山崎箱と言います。山崎なんですけど箱と言います。1975年10月にデビューしました。昭和でいうと50年です。昭和50年の10月にデビューしました。でもうまだ50周年には行っていませんが、まあ、ずっと自分で作って詩を書いて曲を書いてっていう、シンガーソングライターでやっています。なので人は、他の人の歌は歌わないだろうと、箱はおそらくというふうに見られてて、見られていたし、実際にあまりなかったんですね。今みたいにカバーやらないっていうのは全くなくて、ただ心の中ではそういうことは全然なかったのです。どっちかというと素敵な曲は歌いたいと思っていましたが、その絶対条件としては自分の心が動いて歌いたいと思うかどうか、歌いたいと思う歌は歌いたいと思っていたんですけど、それがどうしても自分の歌ばっかりになってしまって、なぜかというと、自分が言ってほしい言葉とか、叱咤激励ってよくありますけど、一番叱咤激励できるのは多分自分なんですね。痛いとこつきますから、と一番言ってほしい言葉も自分だったら言えるので、というので自分の歌を作って歌ってたと思います。子供の頃は九州で育ちましたが、歌謡曲も昭和40年代のもう本当にもう あの頃のはみんな頭の中でコピーして歌ってたと思います。誰かが歌ってると必ず頭の中で一緒に歌ってましたね。歌謡曲大好きな女の子でしたね。で歌手になり、初めてのずっとアルバム歌手と言われて、アルバムばっかりシンガーソングライターだから作ってきて、シングル版もなくて、だからヒットと言ってもシングルヒットがないわけで、という状態で来ました。アルバム5枚目に初めてシングルを出す。それもせっかくバンドでやった歌がボツになって、アルバムはギター1本でいいんじゃないのってなって、弾き語りですか、じゃあ素敵なみんなでやったやつはどうなるんですかって言ったら、シングルにしましょうってなって、シングルで、まあ、今で言う悲しい曲で、暗いとは言いたくないけど、でもどっちかっていうとそれ系でそれがシングルになったんです。初めてのその時に、ジャケットシングルレコードですから、ジャケットがありますよね、四角いね、折り紙よりちょっと大きいくらいのありますよね。写真も凝ってたんですけど、まあ、シンガーソングライターの場合は。でも私が写真にっこり笑ってっていうのも合わないよねっていう話になって、ダメでもともとと思って、上村和夫さんに書いてほしいんですとか言って、それ無理って言われたんですけど、レコード会社が掛け合ってくれましたら、本人連れてきて会って書くよって言ってくださってですね、私アトリエに行きましてね、それで飲もうかって言われて、飲めませんって言って、もう酒飲む絵が浮かんでたんだけどって言われて、酒の絵をやめてくれて、シングル版流れ良い歌っていうのが出たわけです。阿久さんと、上村先生のコンビじゃなくて私の作詞作曲で、書いてくれたっていうのがずっと縁で、ずっとなんか阿久さん上村さんって頭の中にあったんですけど、最初のシングルから随分経った2007年ぐらいですかね、突然箱さんに懺悔の値打ちもないを歌ってほしいんですけどっ
ていう話が来ました。で、もう北原ミレイさんのがもう完璧にインプットされていますから無理です、もうあれがいいです、あれが一番って思ってお断りしましたらですね、ミレイさんも歌っていない詩があのワンコーラス分あるのでそれを箱さんにって言われまして、それを見たらなんか泣きそうになってしまってっていうのは詩の中身もそうですがカットされてたっていうこと、それで阿久さんは何も言わずにカットしますって言ったらはいって言ったって言うんですね、何にも言わずにはいってこう、いやそれは私も経験があるんです、あの1番と2番3番って作ったら箱さん1番と2番入れ替えますって言われて、えストーリーなのにと思ったんですけど入れ替えますって言われてはいって言うしかなくて、私が歌うんじゃないのでそういうその思いをふっと思い出して、そこでずっとあの詩だって愛してますよねでもカットされてと思った時にすごくいい詩で自分で世に出さなきゃいけないみたいな気になって、そして懺悔の値打ちもない幻の4番入っていますっていうので歌わせてもらいました。あの北原ミレイさんにも連絡取りました、箱さんの私も聞きたいってレコーディングの時にカットされたのは覚えてるって言っていました。いわくつきの本当にそういう歌ですよね。で今ね私がこれを歌ったら北原ミレイさんねテレビとかで歌う時にその4番を歌うんですよ、ミレイさんが。でもともと歌ってないからなんか私っぽいんですよ、なんかギター一本みたいので4番歌うんですよ。それがなんかよくて、阿久さんどう思って、2人してここの4番こんなにして歌ってるって笑ってるかなとか、なんか2人で4番復活させた気になって今は嬉しく思っています。今日は初めて私だけ、相方のギターがいませんで一人でやります。では、だから初めてなので2022年版みたいになりますが、4番なんか泣きそうにいいよでは聞いてください、懺悔の値打ちもない。Sassy.
8月暑い夜拗ねて10を超えた頃細いナイフを光らせて憎い男を待っていた愛というのじゃないけれど私は捨てられ辛かった何月風の夜とうに二十歳も過ぎた頃鉄の格子の空を見て月の姿が寂しくて私も忘れた今日のこと街にゆらゆら明かりつきみんな祈りをするときに懺悔の値打ちもない私は昭和で48年に九州から出てきました。で50年にもう歌手になったんですけど本当にそれで横浜に出てきたんですね。それでどこかの食堂で、漫画の本があってその時に大好きな上村さんの絵があったのでうわ上村和夫なんて思って上村さんの絵が大好きで憧れなんですね。そしてその話を見たら必ず詩が書いてあるんです。歌詞ですね、歌みたいな。それで悪友って書いてあって、でその本を毎週見たいと思うようになって、だから必ず歌詞があるんです。どんなストーリーでもある時は1番が出てきたり3番が出てきたりで、ずっと その歌詞が好きで、それは男と女の部屋っていう歌でしたけど、私はあまり人には言いませんが九州でうちの親が水商売してました。それでだからその隣にバーがあって、そのお姉さんとかがうちの店でラーメン食べたり、ハクちゃん食べるって言って一緒に食べたりしていて、そういう世界はすごくなんか近かったんですね。夜のまあその
赤線青線は分からん、もう子供なので九州だし、ただそれだってそういう年代でもないですよね。だけどバーとかクラブがいっぱいあって、そんな中でいて、その男と女の部屋を見た時に、私が知ってる男とか女たちがいっぱい出てきた、来てる気がして、人には言わないけど、この本のこの人たちは私知ってるとか、この人たちは分かってくれる、で子供が隣の女の子とか出て、これ私じゃんとか、なんかすごくずっと見てたんですね。でその詩に、曲を勝手に、だってまだ高校1年ぐらいでしたから、プロじゃなくて当たり前ですが、勝手につけたんですね。でプロにならないかって言われて、デモテープを作るっていう時に、ミッキーカーティスさんとかカマエツさんとかね、いろいろ歌えるものを全部入れた中に、一つこういうのがあります、私が作った演歌ですとか言いながら入れたんですね。それをディレクターが、ディレクターのお家の、どこかから出てきたと言って、そのデモテープが出てきて、何年かしたらその17歳の時のが入ったんですけど、2008年上村さんの男と女の部屋っていうのがまた本になりまして、その時に歌い直して CD を本につけました。それがこの世に出ているというか、その17歳以降では初めてです。つまり CD だけで、 CD 化されていない歌です。今日は少しジャズっぽいのとか、まあ私なりにこれも一人でやってみます。まあこれすごく素敵です。聞いてください。山崎ハコ、阿久悠作詞、男と女の部屋。見てはいけない人並みの夢を見るたび、虚しさに
歌詞は捨てました。明日もついでに捨てました。阿久悠さんの詩、それから上村さんの絵、なんかずっとつながっていて、2016年阿久さんの未発表の詩に曲をつけて歌えることになりました。で、一番最初にこれを歌いたいと言ったのが横浜からという歌です。私は九州から横浜に出てきたので、デビューした時も横浜からデビューしました。そんでその詩を見た時に、ああ私みたいだと思いました。東京に住む時も、東京、デビューする時もと横浜から来ましたみたいな、思いがあったんですね。九州から来ましたじゃないんですね、横浜から来ましたって思うわけです。で、それはその土着性っていうんでしょうか、そういうのないんです。横浜出身じゃない私が横浜に住んでいて、横浜の人を見るときにこだわってないんです。みんないつ出て行ってもいいんです、でも好きだからいるのっていう感じで、それでクールなんです。で、なんか自分のふるさとだとかそういうのないんです。デビューした時も言われました。横浜のお客さんは静かかもしれないけど、乗ってないわけじゃなくて、みんなそれを表に出さない可能性がある、クールなんですね。そういうところをアクさんもバッて見抜いてる。それが私の知ってる横浜と同じ、横浜っ子ってこんなだよね、で横浜から来ましたってすって言うよね、いやでももう出てきたんです、はい、みたいな感じだよねって思って、これを最初に歌いました。もう一番最初に作りました。で、昭和の匂いのする横浜の港だなと思って、楽曲もアレンジも港の昭和の感じを出そうとして、本当にそういう風になりました。ベビーブームかなの頃に育った夫が一生懸命、これ昭和だよねって言いながら、かっこいいじゃん、横浜ってかっこよかったよねって言いながら作りました。阿久さんも横浜の街をよく知ってるんだなって思って嬉しかったです。で、その夫のアレンジで、夫の音で聞いてほしいと思います。私今の声で歌います。
感謝しています。これを歌えること、なんか私の持ち歌にできること、アクさん感謝しています。嬉しい。山崎箱で聴いてください。横浜から。横浜から来ました女の子です。変わり者なんだと言われてました。人間嫌いでおしゃべり嫌い、港が好きでいたのです。黒い服が悲しそうなら城に帰ったっていいのです。